ボイボイ撮っております。カメラマンが撮りました。そんなのが怖い。ミオにこの間もうちょっと頼むわ、手伝って言ってたの。ケンタロウくんなんですけど、え、ケンタロウくんじゃからなんで電話かかってこないですかって言ったら、ケンタロウくん帰りましたって言われます。あ、忘れとった、何みたいなこと言われて、いきなり、うん、え、何じゃなくて、もし仕事はって言ったら、あ、辞めるしみたいな、うん、何なんその態度って言うじゃないですか、僕の。じゃあ何なんその態度。はい、お疲れ様です。自撮り棒で撮っております。カメラマンが撮りました。はい。そうそう、飛んでない、飛んでない。はい、飛んでないけど、まあ。そんなのが怖いって。はい、俺が怖いって言うもしょうがないよな。だから自分から言ったわけじゃないよ。もう YouTube 外れたのは。あの、まあ、いつもやっとるから、はい、あの事業、あのライバー事業って言って、あの、まあ、結構女の子んでもすごいな、意味なんだけど、結構かわいい子多かったね、まあ、そこやってるけど、どっか検索で出るの、なんか事務所の名前もあるだろう、なんか、あ、そうっすね、まあ、ちょっと概要欄あったほうが、ちょっともう広角にならへんやん、俺もう自撮りね。そしてね、まあ今日現場何ってさ、俺さ、はい、ミオにこの間もうちょっと頼むわ、手伝ってって言ったの、はい、でいいよって、しんちゃんこの音声っていうもんで、まあ島田でいいよって言って、でそれをお前に頼む動画を撮ろうかなと思ったんだけど、あ、今日はね、これあの視聴者の皆さん、まず何ってさ、俺も聞いてびっくりしたの、この物件でしょ、これ今日書いてここだけやったの、どう三面は はい、どうもで、こっちをもう一面を、これ大変だな、ピストンでいくんだ、ピストンっすね、ここから20分、30分ぐらい、ドアまで分ぐらい、うん、で、あとこんだけを一発でいけるの、これぐらいだったらいけます、いける、はい、4トンで、4トン半、はい、でこれを、まあ、それこそね、これ法律変わったのも、変わった、変わる、変わるっす、うん、これ全部アウトだね、視聴者皆さん、これだけの案件だったらこれ全部アウトだよ。だってもう片足になってるもんな、これちょっと説明しちゃって、これ本当に、まあ、ここはしょうがないよな、道幅が狭いもんで、これ全部片足じゃん。ただその駐車場止めるってなった場合はどうなるんですかね、その敷地幅がいっぱいあっても駐車場が止めれんくなるっていうのは、それはいいんだろうな、多分な、敷地がないんだよな、ちょっと説明してくれよ、場所 どれがダメだよって、まあここはダメっすね、うん、片足、内側になってるな、そうですね、打ち立て地がないってことだよな、うん、壁から多分1メートルあるところは絶対に内柱が全部、うん、うんうん、立てながら、そうするとあのうちの手すりがつけねえんだよな、で、これ外も一段手すりなんだろう、確か二段手すり、二段手すりの内側は幅きだろう、はい、だから全部縦地がこうやってないと結局つかないですね、つかんもん、はい、これこういう案件やと足場だいぶ大変ちゃう、正直やっとれんすね、なあ、でお客様の値段だいぶ上がるでな、必要必要、まあ法律だでしょうがないんかもしれんけどな、で、なんか大事件起きたの、大事件俺も今聞いたんですけど、少々皆さんちょ、マジでまあまあ面白いことが起きてるんだけど、何何何、まあ、うん、名前、いや、まあ、ケンタロウくんなんですけど、来るあげるってお前の動画出たばっかしで、そうなんですよ、うん、で、まあ先週金曜日に、うん、夜にちゃんと段取りを2回3回伝えたんですよ、うん、土曜日の朝になって、うん、僕ちょっと京都で現場だと思って早く出たんですよ、ああ、なんか彼で言ってたの、平野くんが応援来てくれとったんですよ、おうおう、で平野くんと健太郎くんで、まあ、3人でいてって感じだったんですけど、あ、まあトラック1台で健太郎、平野くん、あとベトナム人、ベトナム人、うん、で行ってって感じだったんですけど、平野くんから電話がかかってきて、うん、すいません、あの健太郎くんがいないですみたいな、うん、で、え、あ、ちょっとじゃあ かけ直しますって言って、うん、で、ケンタロウにかけたら、え、みたいな、昨日行っとったやんみたいな、あの、いや、その誰々連れてけみたいな、いや俺昨日話したよねって言って、うん、3、4回何回も繰り返したよねって言ったんですよ、うん、そしたら、あ、忘れとったみたいな、で、もうちょっと僕もムカつきすぎて、うん、ちょっとお前そんなんできんかったらもう仕事にならんぞって言って、うん、もう岡部でもできとるぞ、まあ、そういうようなこと言ったんですよ、ちょっと強めに、ああ、まあまあ怒らんかな、それはな、うん、で、そしたら、あ、まあちょっと、まあ、ドバ戻るわみたいな、日向戻るもんで、あ、で、あれどこ行ってた、あ、家におる、休んどったの、いや、で、その時は現場出たんですよ、うん、で、現場出て、で、現場終わった後に、あ、ごめんって言って、すぐ今から行くわって言って、そうドバ戻る、休みだと思って家におったの、最初は、あ、違うす、
ドアにおったんですけど、もうすぐ出ちゃったんですよ。平野くんを待たずに。どこにいた？現場に。どこの現場に？その、あ、平野くんいないと思って。自分たちだけで。平野くんには6時半に来てって言っとるんですけど、僕は6時集合じゃないですか。うん。まあそれちょっと待っといてみたいな感じだったんですけど、うん。勝手にそのメンツを変えて出れたんですよ。平野くんを連れてかずに。うん。で、それで怒って、うん。で、なんかその、行き途中にも平野くんにぐちぐち言っとったらしいんですよ。そのなんかもうやめるみたいな。こんな、なんか、なんで俺がこんな言われなかんのみたいな。ああ、まあ、相当言ったんだ。うれーとか言って。いや、もうそんなっすけど、もうちょっと、はい。まあ、うん。で、行ったら、うん。その、現場終わりましたみたいな。平野くんから電話あったんですよ。うん。どこ行きゃいいですかみたいな。うん。え、ケンタロくんじゃ、からなんで電話かかってこないですかって言ったら、ケンタロくん帰りましたって言われたんですよ。そう。まあ、現場はちゃんとやったらしいんですけど。うん。あそこまではやって。で、その家に送ってってくれ、みたいな。はあ、で帰りましたよ。うん、いや平野くんちょっと待って、なんでもっと先に行ってくれないんですかって感じじゃないですか。うん、ちょっとそこも行って、でなんかその携帯とガソリンカード支給されとる、うん、ETC、セコムカード全部置いて、うん、帰りましたよ、平野くんから聞いて。うん、で平野くんもう辞めるんだったら夕方に連絡しやって言ったんですよ。うん、でそしたら夕方にも連絡ないし、でその日の夜にもう鬼電したんですけど、電来て、うんうん、日曜日になるじゃないですか。うん、昨日ですか。うん、で、昼間も連絡なしで。うん、で、夜、ちょっとカンタたちと予定あったもんで、うん、もう YouTube 撮り方で行こうよ、みたいな。うん、行ったら、ちょうど嫁さんが帰ってくる途中だったんですよ。おうおうおう、お前ら行った時にな。カンタとな。そうです。カンタの嫁とお前の嫁と。はい。で、そしたら、嫁が、いや、帰ってきてない。ケンタロ君帰って、昨日から帰ってきてないよ、みたいな。土曜日から？土曜日に荷物は多分、家に置いて多分、どっか出てったんですよ。うん。で、玄関に荷物だけあって、じゃあ、多分、嘘ついてるでしょみたいな。僕らも信じれんかったんで、うんうん、ケンタロ君かばっとると思って、うん、家の中見せてよって言って。うん。じゃあ本当にケンタロ君おらんくて。うん。で、どうしようみたいな。連絡も取れんの？いや、で、まぁ、ちょっと心配だったもん。多分俺、兄貴んとこ行ってるかなと思って。うんうん、兄ちゃんな。ケンタロの兄ちゃんな。そうっす。で、ケンタ君に電話して。うん。あ、ケンタのとこで働いてるか、またな。そうっす。で、あ、知らん。ちょっとヒロキに聞いてみるわ、みたいな。うん。って言ってる最中にケンタロ君から電話かかってきて、うん、え、何みたいなこと言われて、うん、いきなり、うん、え、何じゃなくて、もし仕事はって言ったら、あ、辞めるし、みたいな、うん、何なんその態度って言うじゃないですか、僕の。じゃあ何なんその態度って、いや、お前の態度まず直せよ、みたいなこと言われて、うん、なんで俺があんなこと言われなかんの、みたいな、うん、お前が間違っとんだろって話じゃないですか、うん、でそれ言ったら、いや、もうそんなのついてけんよ、みたいな、うん、じゃあ別に辞めるのはいいけど、じゃあ3ヶ月後に辞めて、みたいな、うん、それが正社員のルールでしょって。うん。で、社長にも言ってって言ったら、いや、もう無理、みたいな。3ヶ月も働け、みたいな。もうずーっと開き直られた、僕。もうぶち切りを我慢して。我慢したの、ちゃんと。いや、それは。電話ではもう、怒鳴りまくっちゃったっすけど。どうもないです。もう言わないっす。探せば、みたいな。俺は絶対見つからんから、みたいな。そう言われて、いや、別に探す気ないけど、みたいな。え、だったら、筋として主張に言いに行けよって言って。うん。なんで行かなかんのみたいな、これ言われて。うん。どうせ、ショー来るんでしょうみたいな。その時に。みたいな。いや、別に俺行くかどうか知らんけど、それが筋でしょって言って、給料もらってたのは社長からやんって言って。うん。最後偉い人たちに来いよって言って。うん。あ、分かってるから、じゃあいつ行くの、そんなんで教えなかんのとか言われて。ああ。もういいやと。とりあえず社長に連絡しようって言った。で、どうしたん、お前はどうしたん、今後。ケンタロ君ですか。うん。いや、もう別に、そこまで言われたら僕も、うん、もういいっすね。話はもうしたくないの。話は、いや、だから二人で話をしようってまず言ったんですよ。うん、僕もどなったのも、もう、うん、言い過ぎた部分もあるから、二人で話をしようって話がしたいって言ったんですけど、うん、それも拒否られて全部。うん。もう、わけわからんけど、まあさ、今日、さ、まあ、それこそ、さんとこを辞めたやつ、はい。まあ、来とってさ、起きてないの、やってほしい。なんとかね、これ一緒じゃん、俺は関係ないからね。起きてから、なんかもう昼飯食いに行くって言って食いに行ったら、はい、戻ってこなくて、なんか疲れない、起きてやるって言って。まあ、やめたいな、やめへんだけど、俺もさ、なんか、なんかその簡単に横に逃げんなって、その、なんか正面に壁ができるわけじゃん、絶対。はい、で、ケンタロウもそうじゃん。ピッて横に逃げちゃうわけでしょ、簡単に。そこでお前と話してやめてきゃいいやん、別に。な、筋作って、うん、言いたいこと言って、あいつら納得しんなら、それはそれでいいんだけど、俺と違うよりとか思うんだけど、はい、その経営者として、
営者になっていくとしてね、はい、どうしたいのかなと思って。まあ、辞める辞めはまあいいんですけど、うん、じゃあ最後にちゃんと言ってほしかったのはあるですね、やっぱりちゃんと。あんまもう辞めてもいいんだ。もういいです。そんな止めたくはないですね。ああ、そういうことだ。まあ、そこまで言うならって。はい。まあ、お前を立てねえんだな。はい。まあ、一応お前親方だな。はい。お前にでも落ち度はない。どういうことですか。まあ、言い過ぎたなとか。あ、それはあるっす。連絡が俺も遅い時もあるんだなとか。はい。それはありますね。うん、まあ、完璧じゃないじゃん、お前。はい。だけど、まあ、俺もわかるよ。腹立つの、てめえ、まあ、これ。完璧なことを言っちゃうじゃん。はい。こうしろ、ああしろって。なんでそんなこと言いぬってんだっけとか言ってる。それは、ちゃんと話し合いたい。それ話謝りたいことはある。はい。謝りたい部分は。はい。ああ、なるほどな。わかりました。その相談、私に乗りましょう。これ、ちょっと突然の動画で、まあ、まず今日の動画はね、本当視聴者の皆さん、サムネどっちにしようかなと思うけど、まあ、まず、美容を、ちょっとやっぱ趣味ってやるやん。子供連れて歩くで、まあ、一応父親だし。戻りたいって言ってましたよ。だけどまあ子供でもなんかっていうのもあるし、でも一応まあネタもないんで、俺もちょっととりあえずちょっと今そっちのことでもちょっと大変なのもんね。まあいいのそれは別に。はい、美穂がちょっと、あ、全然違う違う、まあ、視聴者は嬉しいしな。はい、美穂が出てくることは喜ぶので、まあ安いなんてボコッと書いてるから、それはそれでいいんだよ。あいつのキャラだから俺は別にそこは何ですよ、お前のキャラはいいんじゃないの。まあおるけどね、あの視聴者は別にやめてないからね。でまあライブ事業に専念しとるっていうふうで、いろいろあったんですよ、ね、やめるやめるそうだなって、俺は話し合って、うん、まあ、俺もまあ正直最初の方はやまなかったけど、まあ、俺も言い過ぎたんで、やめてよほらってよう言うじゃんでまあだけど向こうが頭を下げるまでは俺絶対下げるから、向こうがもう二人でやめるって言ったから、やめるって言ったんですよ、やめてけよって言って、でその後にじゃあどうするんだっていう話で揉めて、ダメだダメだ全部ダメだ言ったけど、すいませんって言ったんで、まあ俺もそこからまあある程度とかして、はい、どんどんもあるかってなって、どんどんいいスケールで話し、はい、まあちょっとこれ次回だな、まあこれちょっとあいつ捕まえるかじゃあ、そうですね、どうせ捕まえますので、はい、これ公開されてるってことは捕まってるってことですよ、もう、はい、次回、お願いします、ガチガチね、16分なれば、まあいいでしょう。今日はこれぐらいで、とりあえずちょっとね、あのほんでちょっと、まあ、カメラマンがちょっと今募集かけとるんだけど、募集っていうかちょっと俺もね、もう変な知らないじゃん、知っとるやつ、ちょっと強力な助っ人今頼んだので、もうそいつが入るかどうかな、女の子かわいいよ、いいっすね、かわいい、28分いいよ、はい、いやー本日突然現場に来たら、まあ、ピッソなんであんまり長いでいませんが、ここから今12時前、12時前、もう俺もう一発ピッソね、まあ、仕事は仕事きっちりやってます。また次回健太郎YouTube 的に盛り上げていきますので、俺はそうですね、お前はいやいや、まあ、ちょっと話したい、まあ、話したい、ね、話したい、ね、そういうことやな、はい、大事なことなんで、はい、ぜひまたチャンネル登録いいねよろしくお願いします。お願いします。せーの、学びねえ。いや俺電話何も聞いてない。おらんじゃん。